Da wollte ich gerade mal nur aus die Stadt, aus dem Gebäude rausgehen und dann muss gleich eine Cutscene kommen. Ich habe gehört, Zecken ist hier in der Gegend aufgetaucht. Weiter geht's. Okay. もうデュエル始まってるみたいね。どんなやつなんだ。他に対戦する人いませんか。もしかしてあのインプの子がゼッケン。お、あの子 SAO で会ったぞ。アインクラッド100層クリアした後ログアウトする直前に突然現れてデュエルした。なんでこんなところに。あ、いや、もともと ALO のプレイヤーだったのか。おそらくネットワークの混戦か何かで SAO に迷い込んでしまったんだろう。キルト君、どうしたの。いや、ゼッケンって女の子だったんだなと思ってさ。私もびっくりしたよ。ゼッケンっていうくらいだから、もっとごついアバターを想像してたもん。あ、お姉さん、やる？私？よかったな、アスナ。本人直々に指名されるなんて。うん、じゃあやってみようかな。オッケー、よろしくね。Okay. Oh, ich darf mit Asna spielen. Alter, wie viele Leben hatten die?Okay. Hey. Ja, das geht mir voll auf den Sack.Leck mich am Arsch. Wie geht blocken irgendwie? Kann man überhaupt blocken? Ach ja, doch, geht. Aber ich muss auf dem Boden sein. Oder auch nicht. Kann man mit Asna nicht blocken? Wollte gerade sagen.Komm. Ich hab der kaum Leben abgezogen. Wie geht eigentlich Magie? Ja, das war jetzt nicht so geplant.Shit. すっごくいいね。お姉さんに決めた。どういうこと？デュエルの決着は？これだけ戦えば僕は十分だよ。ねえお姉さん、お願いがあるんだ。うん。僕と一緒にスバルトエリアを攻略しようよ。ダメかな。仲間に？いいかな。お願い、仲間に入れてもらえないかな。ああ、分かった。別に断る理由もないしな。そうだね、こちらとしても心強いわ。やったー、ありがとう。じゃあ改めて、僕はユウキって言うんだ。ユウキ、うん、えっ、じゃ私はアスナだよ。俺はキリトだよ。ありがとう。仲間になった記念に集めたアイテムを渡すね。シンドレスハンマー、トロフン、3ハイリックフラグメント。あ、
ム。それで古びた髪をきれいにできるかも。みんな、これからよろしくね。Kommt es davor, als ob die meiste Zeit ein Dialog synchronisiert fehlt? Okay. Ich könnte mit Asna aber spielen. Das wäre was für einen Kumpel von mir. できたわ。成功。どう？この鍵なら使い物になりそうよね。リズ、ありがとう。これで攻略が進められそうね。オッケー。ねえ、wieder Katzene、wieder kommen。もんじゃないんだから。何してるんだ。シリカの耳と尻尾の触り心地を確かめてたの。この耳すごくふさふさしてて気持ちいいのよ。うわ、もうつままないでください。ちょっとリズ、おじさんがセクハラしてるようにしか見えないよ。ハラスメント防止コードに抵触しません。そんな、アスナも触ってみなさいよ。そうすれば私の気持ちがわかると思うわ。確かに気にはなるけど。この毛並みを堪能しないなんてもったいないな。じゃあちょっとだけ。猫の耳を触ってるみたい。へえ、実は私もケトシーの耳って触ったことないんですよね。私も触ってみていい？なんだ、みんな触りたかったんじゃない。さあさあ順番にね。なんでリズさんが仕切ってるんですか。うわあ、ほんとふさふさだ。これはやみつきになりそう。フィリアさん、勘弁してください。ねえキリト、実はあんたも気になってるでしょう。そんなことはないぞ。というか俺が触ったらハラスメント防止コードが発動するだろう。はい、シリカさんがボタンを一つ押せばパパは牢獄送りですね。私、キリトさんなら触っても構いません。またこの子は大胆なこと。でもシリカがいいって言ってるんだから触らせてもらえばいいじゃない。本当にいいのか。はい、どうぞ。じゃあお言葉に甘えて。これは確かに毛並みがすごく柔らかくてなんだか癒される。キリトさん、そこはくすぐったいです。あ、ごめん、つい。ただいま。ユキさん、シノさん、お帰りなさい。これはどういう状況なのかしら。シノ、いや、これは別にやましいことをしているわけじゃなくてだな。うわ、怪しい。キリト、目が泳いでるよ。勇気までなんだよ。私には年下の少女をもてあそぶ変態にしか見えないんだけど。そう言われると確かにそうね。おい、元はといえばリズが。なんか面白そうなことやってるね。私も混ぜてよ、ストレオさん。余計にややこしくなってきたぞ。ということでシリカの同意のもとやったことなんだ。シリカも物好きね。
そういえばシノンもケトシーだよね。キリト、あの耳も触らせてもらえば。やよ、キリトが触った瞬間にボタンを押すから。私の耳に触りたいなら投獄される覚悟を決めることね。シノン本気だキリト残念だね。じゃあ代わりに私がシノンの耳の触り心地を確かめてあげるよ。え、シノン覚悟してね。ちょっとやめ、うわー、すごく毛並みがいいね。もう話しなさい。もうちょっといいじゃない。まだまだ堪能し足りないよ。あんたどんだけ触るつもり。裏返さないでよ。へー、猫の耳の中ってこんな風になってるんだ。いや、くすぐった。もういい加減にして。あー楽しかった。やっと解放されたわ。でも猫耳ってすごく可愛いですよね。ケットシーのアバターも作りたくなっちゃった。うん、見てるだけでも癒されるけど、実際に触ってみたらなんだか羨ましくなっちゃったわ。そういうことならいいアイテムがあるぞ。エギル、聞いてたのか。あれだけ騒がれれば嫌でも耳に入るさ。それでいいアイテムっていうのは。ああ、これだ。なんだこれ。猫耳だよね。へえ、エギルってばこんな趣味があったんだね。人は見かけによらないね。いや、さすがにそれは違うでしょ。頭部に装備するアクセサリーってどこか。ああ、最近買い取りしたもんだから。素早さが上がるなんて本当に猫みたいだね。猫耳が欲しいって言うなら試しに装備してみればいいんじゃないか。え、いいんですか。ああ、試着ならタダでいいぞ。もちろんそのまま買い取ってもいいけどな。じゃあつけてみましょうよ。キリトもみんなの猫耳姿見てみたいでしょ。ま、じゃあ早くつけてみよう。一人ずつ順番に装備しよっか。そうですね。誰からにしますか。それじゃあ私から行くわ。猫耳を一旦アイテム欄に入れて。どうよ。リスさん、とっても可愛いです。へえ、意外としっくりくるな。意外とってどういうことよ。いや、まあ似合ってるからいいじゃないか。じゃあ次はあた…じゃーん。似合いすぎてて逆に怖いです。破壊力抜群だね。はい、ありが…次は私がつけてみます。どうかな。すっごく可愛いよね、キリト。ああ、我が妹ながら自慢したくなるな。ありがとう。うわ、シスコン。え、感想を求められたから答えただけだぞ。それじゃ、うんうん、いいじゃない。おてんば猫ちゃんって感じだね。キリト、似合ってるかにゃ。に、似合ってるんじゃないかな。じゃあ次はフィリア。ほらほら早く。え、わかった。すごく似合ってますよ。そうだよ、もっと自信持てばいいのに。もういいよね。次の人に渡すよ。もっと見たかったのに。やっぱり私は人のを触ってる方がいいよ。残念だな。次はゆいちゃんの番かな。はい、ちょっと待ってくださいね。できました。ゆいちゃんすっごくかわいい。ああ、本当にゆいは何でも似合うな。ありがとうございます。ただの親バカね。では最後はママで
ですね。鳥なんだから期待してるわよ。もうプレッシャーかけないでよ。いざつけてみると、いいじゃない。キリト、ほら感想は。うん、かわいいと思う。そうかな。キリト君が喜んでくれるんだったら、そのずっとこのままでも。はい、そこストップ。二人の世界に入らない。え、別にそんなんじゃないよ。自覚がないみたいね。さあキリト、誰の猫耳が一番似合ってたかしら。え、俺が選ぶのか。ちょっと待ってください。猫耳装備に賛成してない私たちは不公平ですよね、シノさん。別に私はどうでもいいんだけど。じゃあ猫耳が一番似合う人を選んでもら。はい、それなら元から猫耳がついてるケットシーも選択肢に入りますよね。じゃあキリト、一人選んでよ。そんなことを言われても。お兄ちゃん、はぐらかしてことを穏便に済ませようとしてるでしょ。バレたか。こういう時はちゃんと一人選ば。わかった。どうしよう。誰の名前を出しても微妙な空気になるんじゃないか。エギルなんか似合うと思うぞ。エギルさん？さっきからそのスキンヘッドに猫耳がぴったりだと思ってたんだよ。そうかな。そんなに絶賛するなら。エギル、ちょっと装備してみてよ。もう、構わん。どうだ？絶望的に似合ってない。お兄ちゃん、これはいくらなんでも。これセーブポイントからやり直せる？それはできませんよ、パですよね。なんだお前ら、このアイテムは誰も買わねえのか。エギルが一番似合うって言ってるんだから、装備したまま商売すればいいんじゃない。いかつい顔をした店主が猫耳つけてるお店なんて行きたくないけどね。ひでえ言い草だな。キリトがバカなことを言ったおかげで一気にテンション下がったわね。ああ、これはもう営業妨害だな。の猫耳か、見てみたいかも。ほらほら、みんな期待してるわよ。勘弁してくれ。Wow, komm ich mal wieder zum Zocken. Ah, jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine Cutscene. Leck mich am Arsch! Meine! Eikarazu, akdoi shoubai yatte ru na.おう、キリトじゃねえか。今すれ違ったプレイヤー肩を落として帰ってったぞ。まったく、ひどい天使もいたもんだな。バカ言え。さっきの兄ちゃんはちゃんと納得して売り渡したんだよ。納得ねえ。そのいかつい形相と巨体にねじ伏せられたんじゃないのか。よしだって立派な商売道具だろうが。で、今日は何の用だ。ああ、買い取りを頼む。これなんだけど、いくらくらいつきそうだ。へえ、結構いい武器じゃねえか。本当に売っちまうのかよ。まあ、俺が持ってても使わないからな。せいぜい金持ちに売りつけてくれよ。任せとけ。たんまり稼がせてもらうよ。おう、エギル。なんだ、キリトもいるじゃねえか。クラインか。なんか売りに来たのか。ああ、この間クエストをこなしてる途中に面白いもん見つけたんだよ。レアアイテムでもドロップしたのか。レアといえばレアなんだろうけどな。まあとりあえず物を見てくれよ。宝箱。普通宝箱って中に入ってるアイテムを取り出すだけで。そうなんだけどよ、
こいつだけはなぜか宝箱ごとストレージに入っちまったんだ。そんなこともあるんだな。それで中には何が入ってたんだ。それがよ、どうにもこうにも開かねえんだよ。なんだそりゃ。中身がわからないんじゃ買い取りもできねえぞ。やっぱりそうだよな。これじゃあ本当の意味で宝の持ち腐れじゃねえか。残念だったな。そう、いや待てよ。そういやスプリガンってトレジャーハントが得意だったよな。まあそうだけど、キリトだったら開けられなくても中身は見られるんじゃねえか。いや無理だろ、そんなスキル持ってないし。なんだよ、ちょっと期待しちゃったじゃねえかよ。勝手に期待されてもな。まったくだな。それより宝箱を開けることを考えようぜ。なあ、この宝箱、鍵穴があるけど、鍵は見つからなかったのか？うん。パーティー組んでた奴らと一緒に周辺を探してみたんだけどよ。そこで相談なんだが、キリト、一緒に探してくれねえか？俺が？見つからなかったんじゃないのか？頼む！もう一回だけ探してんだ。お前しか頼む奴がいないんだよ。わかったよ。俺も宝箱の中身が気になるしな。おお、ありがとうよキリト。その代わり、鍵を見つけて宝箱を開けられたら中身は半分もらうぞ。結構持ってくな。わかった。半分にできないものだったら俺が買い取ってやるから、金を折半するといい。ちゃっかりしてるな。それじゃあ準備ができたら呼んでくれ。俺はいつでもいいからよ。ああ、わかった。 Okay. Wie sieht's eigentlich mit Waffen verbessern? Kann ich meine Waffe verbessern? Kann ich sogar. Okay.クライン、準備できたぞ。どうよ、それじゃ行くか。 OK。 この遺跡のどこかに宝箱の鍵が隠されてると思うぜ。なんせあの宝箱はここで見つけたからな。探しても見つからなかったってことは、モンスターからドロップするなんてこともありえるな。なるほど。前に来た時は雑魚しか倒してねえから、どっかに特殊な敵がいるのかもしれねえな。なあ、その可能性もあるな。周りに注意しながら進んでみようぜ。おう。Okay. Ich mach den Part jetzt ein bisschen länger. Ich will hier jetzt noch verdammt mal spielen. Was war denn das gerade? Gerade irgendwas Töne hören. Aber mein Handy kann es nicht sein, deshalb ich glaube nicht. Kirito hat Level 134 erreicht.Frag mich nur, wie ich das umschalten kann, dass ich auf Magie komme. Double Kill. Ich sehe aber immer cool aus.Okay, die anderen kann man gar nicht bestätigen. Das finde ich natürlich nice. Hier ist gar nichts. Ach, das ist die gleiche Ruine, die wir schon mal gemacht haben, gell? Yep. Das ist da, wo ich die Blume hergeholt habe. Ein Drache. Zwei Drachen.Ich nehme den rechten. Oi, Kirito! Areo miro! Okano Monster to a chigau fumiki da. Moschkastara, aits ga kagi o motte no kamo shirenai na. Sorea, aits o tauste mireba wakaru koto da. Kirito! Ah,
クラインこそ足引っ張るなよ。足りねえだ。そう。オッケー。あわ。これで決めてやる。Okay, die Kleinen sind immer noch tot. Zumindest sind sie zwei. Okay. Quest fertig. Quest clear. Sure. 見たか、俺様の実力。よっしゃおい、クライン見ろよ。鍵じゃねえか。やっぱりモンスターが持ってたんだな。ラバニ、助かったぜキリト。ああ、これで宝箱が開けられるな。しかしたまには野郎二人ってのも楽しいもんだな。そうだな、こういうのもたまにはいいかもな。お前は女の子とばっかりパーティー組み上がるからな。俺にも一人くらい分けてくれよ。なんか知らねえけど全然モテねえんだよな。クラインの戦う姿を見たらみんな見直すと思うけど。だからパーティーを組むまでに至らねえんだっての。たくよ、なんで俺の魅力が伝わらねえんだ。みんな口に出さないけどクラインが仲間思いのいいやつだってことはちゃんと伝わってるぞ。 SAO の時だってギルドのリーダーとしてメンバーを支えてたじゃないか。明日死ぬかもわからない中でみんなを鼓舞するクラインの存在は大きかったと思う。キリト、そう言ってくれるのはお前だけだぜ。お前が女の子だったら嫁にしてろ。Solche Sprüche darf man nie sagen, die sind furchtbar. 気持ち悪いこと言うなよ。仮に女だったとしても、俺はアスナを選ぶな。そうし、そうはいベタボロですか。たく、独り身の俺に対する嫌味かよ。それじゃあ目的を果たしたことだし、ま、せっかくだからエギリにも自慢してやらないとな。あ、キリト、話をはぐらかすんじゃねえよ。ぼーっとしてると置いてくぞ。おい、先に行くなよ。いや、オッケー。Jetzt bin ich mir sogar hundertprozentig sicher, dass es der Synchronsprecher von Sanji ist. Oh, Kirito to klein じゃねえか。当然だぜ。俺とキリトの手にかかればできないことはねえからな。それで、もう宝箱は開けたのか。いや、まだだ。店で開けようと思って、そのまま持って帰ってきたんだよ。エギルも中身が気になるだろ。まあね。よし、それじゃあ早速宝箱と鍵をオブジェクト化して行くぞ。心の準備はいいな。あ、いいぜ。鍵が回った。これはなんだ。これ写真集みたいだな。おい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 、ここよく見てみろよ。袋閉じのタイトルみたいだな。ったく、このゲームレーティングいくつだっての。入手困難とはいえこんなアイテム作っていいのかよ。と言いつつ開こうとしてるぞ。取り目よ、必死こいてやっと手に入れたんだからな。さて早速中身を拝見。うるせえよ。これが黙ってられるかよ。わ、半端ねえぞこれ。 NPC なんだよなこれ。そりゃそうだろう、運営側が用意したんだし。こんな装備あるのかよ。露出多くねえかこれ。あ、この姉ちゃん好きなタイプだぜ。よかったな。次は水着か。あいやー、やっぱりいいよな。ずいぶん楽しんでるみてえだな。おお、気の利いた運営様に感謝だぜ。つか、キリトは見ねえのか。見えないんだよ。その本を見るとフォーカスが合わなくなる。なんだ、未成年フィルターでもあんのか。クラインとエギルは普通に見られるならそうなのかな。
絶品が見えねえなんてキリト、キリトよ。なんだよその同情の眼差しは。いつもならこいつはまるっと頂戴しちまうところだが、仕方ねえ、これはお前にやるよ。別にいらないよ、見られないって言ってるだろ。諦めるな少年よ、お前の腕ならフィルターかいくぐるぐらいできるかもしれないだろ。男に必要なのはな、熱意なんだよ熱意。一応苦労して手に入れた中身だしもらっておくよ、一応な。キリトは違う方向に精を出そうとしているな。お、誰か来たみたいだ。キリト君、こんなところにいたんだ。パパ発見です。アスナ、え、アスナ、ユイちゃん、いらっしゃい。で、またこのタイミングで。3人で何してるの？あ、いや、大したことじゃないんだ。背中に何か隠したみたいだけど。何のことだ？怪しい。ねえ、キリト君、何を隠してるのかな。だから別に。え？あか、あ、スキアリー。何何？何これ、写真集か何これ。ああ、それはエッチなお姉ちゃんの写真が詰まった本だぜ。え？終わったな。最悪だ。へえ、そういうことか。あ、アスナさん、まさかこういうのが ALO にあるとは思わなかったな。確かにこんなの持ってたら隠さないわけにはいかないわよね。ママ、それは何ですか？ゆいちゃんは見ちゃダメよ。は、はい。ママ、顔は笑ってるのに、なんだか怖いです。それで、キリト君、これはどういうことなのかな？違うんだ、アスナ。人誤解してるよ。まあ、キリト君も男の子ってことだな。クライン、余計なこと言うなよ。別に俺は中身に興味があったんじゃなくて、システムの抜け道を探すための研究材料としてもらっただけで、いや、その…ここで話すのもなんだし、私の部屋に行こうか。いいよね、キリト君。Okay. Oh, ich habe ein neues Outfit. Das will ich jetzt noch sehen. Original-Outfit. Das müsste ja dann das von SAO sein. Oder auch nicht. Boah, aber das sieht cool aus, das grün-schwarz. Das behalte ich. So, Leute, das war's mit dem Part. Das ging wieder so lange, ich konnte kaum spielen eigentlich. Kann ich generell bei dem Spiel nicht. Was ist das für ein Videospiel, wo ich kaum spielen kann? Lauter zu viele Dialoge. Egal, bis zum nächsten Mal. Wobei, warte, wait. Ich gehe jetzt noch aus dem Haus. Das mache ich jetzt mit voller Absicht. Ich will jetzt gucken, ob ich jetzt ein bisschen farmen kann oder sowas in der Art. Dass ich nicht jetzt schon wieder gezwungen bin, einen Part aufzunehmen. Ich wollte diesen Part beispielsweise ja gar nicht jetzt aufnehmen. Aber dadurch, dass diese scheiß Cutscene gleich wieder vor der Tür kam, war ich ja gezwungen. Okay, irgendwie leuchtet jetzt gerade nichts. Das heißt, sobald ich wieder rausgehe, kommt bestimmt noch was. Also ich habe Glück und habe jetzt endlich mal meinen Frieden. Okay. Das war's für den Part, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin trainiere ich jetzt mal ein bisschen. Und mach die Nebenquesten. Tschüss, Leute.